福島労働局のまとめによりますと、去年1年間に福島第一原発の廃炉作業に携わった325の事業者を調査した結果、およそ 58% にあたる188の事業者で法令違反がありました。内訳では、割増賃金を支払わないなどの労務管理に関する違反が最も多い148の事業者で確認され、次いで健康診断の報告など健康管理に関する違反が37の事業者でありました。福島労働局では、法令の理解不足による違反も多いことから、監督指導の際に丁寧に説明していくとしています。